スイス銀行でございます。7月の29日に天満繁盛亭さんの方で、桂孔雀さんの孔雀の話という、催しに、お芝居の方で参加をさせていただきます。出演されるのは国北かっぱさん、矢野英二さん、あと ABC アナウンサーの三代沢さんと、かな、お芝居の方はで、落語の方で山口良一さんとか、まあ、もちろん桂孔雀さんもお話をされます。今日初めてのお稽古だったんですけれども、まあ、2回やったら満足だって言って早く終わってしまったんですけれども、今からガンガン、頑張ってお稽古したいと思っております。よろしければぜひお越しくださいませ。はい、それには島田さんだけが出演なんですよね。うちからは、はい、それからもう一つ、はい、スイス銀行として参加させてもらうのが9月になるんですけど、はい、僕ら初めて出してもらうんですけど、ショートアクトバトルっていうのを、やってらっしゃるじゃないですか、はい、ね、それの第2回目の、今年、はい、この人たち出ます。大体持ち時間20分で、ね、勝ったり負けたりするんですよね、あれね。みたいですね、はい、負けたりしますね、はい、まあ、うちらも多分勝ったり負けたりすると思うんですが、はい、負けたら終わりでしょ、ね、負けたら終わりです、はい、うん、なので応援来ていただけたらなと思ってます、はい、9月の半ばあたり、半ば、日程がちゃんと出てるの、はい、チーム D やったかな、はい、かっこいいね、チーム D、 チーム D で、はい、はい、チーム D、 チーム D、 はい、はい、はい、出させていただきます。多分おいおいまた情報が開示されると思いますので、はい、そちらの方チェックよろしくお願いします。お願いします。